様々な量食戦闘量食、通型は自衛隊で使用されているレーション、通称パック飯。1990年に自衛隊が採用した新しい戦闘量食で、従来の戦闘量食、愛型が缶詰であるのに対して、通型はすべてレトルトパウチ包装である。故に、愛型に比べて持ち運びと調理が容易になっている。I、型では25分であったご飯の湯煎時間が、 通型では10分になっている。レトルトパウチは金属管に比べて強度の面で劣り、保存期間も短いため、今後も I 型と併用される。しかし2016年2月、陸自は1型の新規購入を停止し、来年度以降は全てレトルトパウチ型のレーションに一本化することを決定した。保存方法と内容物が異なるのみで、基本的には、戦闘糧食、 ガタと同様、湯煎して、数日間食べられる状態にしてから配給される。運用に関する詳細は、先頭量食、ガタを参照。ガタに比べて、メニューが増えており、中華丼もあり、おかずは、筑前にチキンステーキ、肉団子、塩酒などもある。また、フリーズドライ食品を採用し、スープや味噌汁がつく場合もある。また、ご飯に、 漬物が添付されることもある。自衛隊カンボジア派遣中に行われたアンタック参加国の戦闘糧食コンテストで1位を獲得したことがあり、レーションとしては比較的評判が良い。パックの外装は基本的に戦闘糧食、i 型と同様オリーブドラブ色で行動中にもしくむらに廃棄しても目立たないようになっている。ただし、オリーブドラブ色に黒い文字で 内容物が書いてあるため、見分けがつきづらい白飯と赤飯を区別するため、ご飯パックの見端の方が透明になっている。また、I 型と違い通型は、主食が1合ずつ2パックに分かれており、白米2パックや白米とドライカレーという組み合わせで供給されることもある。指揮官クラスは食器に盛り付け、一般隊員は直接パックに口をつけてそのまま絞り出すように食しており、 特に状況中においては、わずかな時間で食えせる上、ゴミもかさばらないことから官藩と違い行動中の隊員からは人気があった。加熱時は必要に応じて、携帯加熱剤などで加熱して食しており、特に回路タイプは挟んでタオルにくるんでおけば、休憩時にそのまますぐに食すことができた。適時隊員の希望やアンケートをもとにして改良されており、特に 日本人の食生活が養殖傾向にある傾向を踏まえ、副食がハンバーグやカレーといった隊員に人気のものが納入されていた。パンを希望する隊員からのアンケートをもとに、大型缶パンを納入した時期もあったが、最終的に不評が出たこともあり、クラッカータイプに変更になるなど適時その内容も変更している。一型に皮脂傾向性及び処分が容易なことから、 たびたび部外に転売されることがあり、問題となっている。中央即応集団霊下の第一空挺団で2016年10月、第一ヘリコプター団で2017年12月に、それぞれ訓練のために用意されたが飛翔されなかったものをネットオークションに出品される事案が発生しており、これが部外からの通報で発覚し、出品者はいずれも懲戒免職とされている。このため、 現在支給される糧食の梱包材にはすべて、転売禁止の表記がなされている。戦闘糧食、通型の一例主食と副食が一体型になっており、OD 食のパックにまとめられているのが確認できる2009年度より、一般部隊に配分された改良型では、フリーズドライによる汁物が廃止になり、米飯は、レトルト米飯パックから民間で、一般的なトレイ入りの無菌包装米飯に、 変更されて、食べやすさと美味しさが大きく向上している。また、米飯パック2個と、副食1種類、または2種類を一つの真空包装パックに入れて1、セットとしており、プラスチックの先、割れスプーンも封入されるなど食事が取りやすい状態のものが導入されている。従来品と比べ種類も豊富であり、林ハンバーグやウィーナーカレーなどの洋食から、 野菜麻婆などの中華系惣菜、カモ、肉じゃがや、サンマカバ焼きなどの和食と従来の1.5倍にメニューが増えている。従来のフリーズドライ型スープや味噌汁の代わりにパックに入ったコーンスープ類が導入されており、利便性は向上している。米飯は一般的なパックご飯と同様の1パック1膳、相当分を2つ。 副食は食事の嗜好を考慮して、通常2種類入っており、ハンバーグと手羽先といった肉類から始まり、野菜や魚を主体としたメニューが組まれている。1食あたりの摂取カロリーはおよそ1100キロカロリーとなる。トレーニングレーションの一例をもに自衛隊向けに納入されている、このまま絞り出すように食する油を多量に使用している派生型として銀色のパックに入った。 蛍光食もある。これには1個4 0 0ムの米飯が入っている。こちらは民間で流通しているレトルト食品と同様であるが、防衛省専用に近い形で流通している。他には3 0 0ム入りの米飯とカレーや丼ぶりの素、あるいはうどんのパックなど市販タイプのレトルト食品を詰め合わせ、プラスチック製のスプーンも封入されたレンパナ。 訓練用傾向食も多く使用されている。戦闘量食2型、通称パック飯、陸上自衛隊東北方面隊ミリ飯売却ならしの中東地の陸総長超海面食千葉、日報2016年11月1日、ミリ飯ネット転売、陸自準陸位、ただし、偵察やレンジャーなどの部隊のように急いで食事を取るような状況では、 従来のパック型の方が絞り出しながら食えせるため、旧型を支持する隊員も参見される旧型で言うと、ピラフと白飯にフランクフルトのセットなど、ありがとうございます。